大阪狭山市は大阪府の南河内地,地域に位置する市。本校では発足時の名称である狭山村、市政前の名称である狭山町についても述べる。2010年の国勢調査によると市内の人口は58,238人で府内31番目。大阪府内の市としては市場縄手市、阪南市に次いで3番目に少ない。 大阪狭山市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると0.20%増の58,227人であり、増減率は 深43市町村中19位、72行政区域中37位。狭山の地名は河内国田寺比群の合名に由来し、東の羽びきの丘陵と西の川泉丘陵に挟まれた地形による、2020年4月8日時点での開発構成は以下の通り、リムジンバス空への車両市内循環バス、 一般路線バスコミュニティバス詳細は大阪狭山市公式サイト内循環バスを参照。国道不動道路の愛称平成6年に死が公募の中から命名。特記事項として大阪府内の公立中学校では学校給食制度を導入していない市町村が多いが大阪狭山市では1973年に市内の全公立中学校に 学校給食制度を導入し、2021年現在も継続して実施している。このことにより、アレルギーの児童、生徒にも柔軟に対応している。大阪狭山市内の郵便番号は、589から 00xx となっている。水の里百選触れ合いが人を育む、水の里。ありがとうございます。